どうもこんにちは。さあ現在ね、これ私が、所有しているですね、テスラモデル Y パフォーマンス2022年モデルになりますが、今回の動画はですね、実はですね、まあ、このモデル Y 結構走りました。今のオドメーター 32,381 キロと走りましたね。まあだからこれはですね、いわゆる、まあ2万マイルですよね。まあマイルで、まあ2万マイル。で、まあ距離だと、キロメートルだと、まあ3万2千キロオーバーだと。まあここでですね、実際に私はもう所有して1年以上ですね、経っています。まあ1年以上経って3万キロを超えてきたと。まあ普通のね、これ一般ユーザーからしたらかなりのまあハイペースになると思います。まあ実際これ僕はね、このモデル Y だけじゃなくて、いろんなね、これ電気自動車の長距離走行やってますから、まあね、一般的な人と比べても、走行してる距離っていうのはとてつもないと思いますけども、まあこのね、私の所有しているモデル Y についてもですね、実は相当走り込んでいると。まあそしてですね、所有歴ももう1年以上経ったと。まあここでですね、一回ちょっと区切りがいいのでですね、まあ現在私がですね、1年以上、3万キロ以上、このモデル Y パフォーマンスを所有したですね、まあインプレッション、一体ですね、3万キロを所有してみて、まあどのようなことを感じているのか、まあ非常にですね、こう、満足している部分、そして不満な部分、まあこの両方についてをですね、かなりですね、まあなるべくフラットな、目線でですね、ちょっと喋っていきたいと思います。まあそもそもですね、これちょっとお分かりの方もね、もしかしていらっしゃるかもしれませんけども、実はですね、これ、今ですね、この北海道遠征のちょうど出発です。まあね、これ埼玉、出発してですね、ここから青森ですね、まず北海道行くための青森まで向かうということなんですよね。まあなのでちょっとね、これは多分ね、これすぐ動画上げて、その後から北海道遠征の動画始まると思いますので、まあね、ちょっと北海道遠征の動画もですね、非常にちょっとこれ楽しみにしていただければいいとは思いますけども、まあちょっと北海道遠征を置いといて、まあとりあえずですね、この、まあまずモデル Y 所有して、非常に満足している部分からですね、ちょっと喋っていこうかなと思います。まあ現在ですね、目的地を仙台スーパーチャージャーですね、ここから320キロぐらい先になりますが、目的地をセッティングしています。充電残量到着予測ですね、一応 5% となっていますが、まあかなりですね、これギリギリの到着になると思います。まあおそらく 0% とかで到着することになると思いますけども、まあ何にせよですね、現在真冬です。この埼玉でさえですね、外気温が5度です。まあ、なので、これ東北地方行けばね、まあおそらく0度を、まあ、下回ってくることになるんだろうなと、まあ個人的には推測していますけれども、まあ何にせよですね、この真冬の環境、スタッドレスも装着している。で、高速ガンガンスピード出します。それで、まあ曲がりなりにも、まず仙台スーパーチャージャー、まあだから、ね、埼玉、仙台、350キロ弱だと思いますけども、この350キロ弱をですね、高速走行でガチンコで走り切ることができる。やはりですね、この、まず満充電あたりの航続距離がですね、これ非常に私は満足しています。まあ、というのもですね、まあ、実はね、このチャンネル見ていらっしゃる方はわかると思いますけども、私はこれモデル Y2 代目です。もともとですね、私はモデル Y の RWD グレードを所有していました。はい。まあ実際はね、これ3ヶ月ぐらいしか所有してなかったわけですけれども、まあいずれにしてもですね、このモデル YRWD とですね、まあモデル Y パフォーマンスに関しては、やはりですね、所有満足度にかなりの差があります。それの一つが、なんといっても、この満充電あたりの航続距離になります。
やはりですね、真冬を、いろんな使い方しても、まず350キロは、基本的には走破することができると。ところがですね、RWD グレードになるとですね、これ300キロを切ります。切ってしまいます。で、特にですね、まあ、RWD というのは LFP バッテリーを搭載しています。この車はまあ NMC、三元系のバッテリーなわけですよね。まあ、いろんな強み弱みあります。LFP はね、やっぱり強みっていうのはバッテリーの耐久性に強みがあるわけですから、まあ、その点はね、非常に長期的なね、所有という意味においては非常にですね、まあ、強みになっていくのかなと、まあ、思いますけれども、他方でですね、この LFP の弱点というのはですね、毎日、まあ、満タンまで充電するっていう必要があるんですよね。まあ、なので家充電環境、基礎充電環境というのがこれ必須になります。もちろんこれ航続距離が短いということも理由になりますけれども、やはりですね、 RWD というのは、まあ、バッテリーの特性も含めてですね、やはり常に、充電できる基礎充電環境を構築できる、この方にやっぱおすすめになります。まあ、なので私みたいにですね、基礎充電環境を構築できていないであったりですね、まあね、なんかどっかの、駐車場で、普通充電はできるんだけれども、やはりですね、まあ、毎日のように毎回のように満充電まで充電することできないよという方はですね、ちょっとまずお勧めできないなという観点ですよね。そして
イエローカードなわけですけども、レッドカードになります。レッドカードはですね、なんと1週間オートパイロットを使用できなくなるというですね、まあ、超お仕置きモードに入ってしまうと。これはですね、本当にこれ長距離を走行される方にとってはまさに死活問題ですよね。実際に僕も超困りました。だって1000キロチャレンジの900キロ以上ですね、僕オートパイロットなしで走行しました、まあ、なのでめちゃめちゃ疲れました。だからやっぱりですね、まあ、僕はね、長距離ガンガンオートパイロットを使って走行していますから、そのですね経験則を元にするとですね、やっぱりテスラのオートパイロットっていうのはめちゃめちゃですね長距離走行における疲労を軽減してくれてたと、まあ、いうことになりますので、まあ、何せよですね、この、まあ、オートパイロットの、まあ、そういうねちょっとお仕置きモードっていうのは良くないなと僕は思いますけれども、まあ、それをね全部除いた場合ですね、やはりこのオートパイロットっていうのは非常にですね、まあ、優秀であると、まあ、ドイツメーカー勢とねやっぱり同等レベルの性能であると、まあ、いうふうに言っていいと思います。まあ、何せよですね、このやっぱりオートパイロットっていうのがですね、この長距離走行の大きなですねこれ手助けをしてくれると、まあ、なので冒頭説明したですね航続距離のまあ長さ、このモデルアイパフォーマンスという観点での、まあ、航続距離のね、十分さ満足さおよびですねこのオートパイロットのおかげによってですね、電気自動車を非常にですねこれ実用的に使うことができていると。まずねこのような感想、まあ非常にね、満足している部分になります。まあ、そしてですねそれ以上に重要な、実は航続距離オートパイロット以上にですね、このテスラモデル Y パフォーマンスをですね長距離走行ガンガンできるよというふうにですね、まあ、感じさせてくれている最も大きなですねこれ要因というのが、つまりテスラスーパーチャージャーの存在です。やはりですね、まあ、一部のね電気商社オーナーの方はですね、まあ、特にね昔から電気商社所有されている方はね、まあ、今はですね結構、まあ、こう充電インフラもね、90キロワット級の急速充電器なんかがですね高速道路上に普及し始めているように見えると、まあ、なので、充電インフラはねこれ改善したよみたいなことをですね、まあ、かなり、言っている方がいらっしゃると思います。まあ、ところがですね、僕はね別にモデル Y だけではありません、まあ、いろんな EV の、ね、これ検証を行っています。まあ、おそらく日本でこれだけですねいろんな EV を長距離テストしているのは、まあ、私以外存在しないと思います。まあ、そのねちょっと独自の目線から言わせてもらえばですね、はっきり申し上げて、まあ、ちなみにこれ僕はですねもう2014年くらいからですねこれ電気商社に乗っています。まあ、なので僕はですねなんか2020年くらいから電気商社を乗り始めたなんか新参者とかではありません。はっきり言って僕初代リーフも長距離乗り回してます。で現行型リーフ 40kWh もガンガン乗り回してます。全国いろんなところ行きました。僕北海道もリーフ 40kWh で行ってます。真冬ですよ皆さん。でそのようにしてですね、まあもうですねいわゆるテスラだけじゃないんです。僕はいろんな EV で長距離走り回っています。でそういう経験から言わせてもらうとですね、まあ、正直申し上げてですね現在、まあ、普及し始めているような新しい充電インフラ、申し訳ないですけど特にですねインフラが大きく改善しているのは僕は全くもって見えません。それはまあいろんな理由があるわけですけれども、なんといってもですねやっぱりこのテスラスーパーチャージャーと比較してしまうと残念ながらですねこの充電インフラでは全くもってですね電気自動車の所有体験が変わってきます。これは申し訳ないですが私が言うんだから間違いありません。テスラとリーフ、まあ、別にリーフじゃなくてもいいんですけどね、まあ、いろんな EV 検証してますけれども、国産車輸入車ね、まあ、BZ4X、 日産アリア、メルセデス EQS、 アウディ e-tron GT、 BMW iX とかねもう全部やりました。まあ、ここら辺全部含めてもですねやはりこのテスラスーパーチャージャーと、チャデモ企画の公共の急速充電ネットワークでは全くもって、利便性所有体験が変わってきます。まあ、いくつか要因があります。まず一つ目です。まずは、まあ、充電の速度ということになります。まあ、テスラスーパーチャージャー最大 250km
ロワットです。まあ、なのでですね、確かにこのモデル Y パフォーマンスという観点で言うとですね、250キロワットというのは、まあ出ても充電残量 0% からまあ 7-8% ぐらいがいいところです。まあ、それ以降はですね、まあ、充電速度がどんどん下がっていきます。まあ、充電残量 50% ぐらいになるとですね、もう 100キロワットぐらいまで下がってきてしまいますから、まあ、それを考えるとですね、まあ、250キロワットってそんなに必要なのかと、まあ、思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、ところがですね、この250キロワットというのは当然ですが、まだですね、これテスラ車っていうのは今後もですね、どん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 新型 EV 出してきますよね。まあ、そういうですね、将来にわたる冗長性をですね、これ確保する目的があるわけです。まあ、それがまず一つありますよね。じゃあ対する公共の急速充電器はどうなのかといえばですね、確かにですね、90キロワット級の、急速充電器ですね、まあ、6口だったり4口のですね、あの緑色のですね、これ e-mobility power が作っている、急速充電器ありますけれども、まあ、それがですね、結構、高速道路上設置され始めています。まあ、さらにですね、これ一部ではありますが、150キロワット級のね、これ急速充電器なんかもですね、これは、設置がね、まあ、まだほとんどは、ね、あの設置はされていませんが、まあ、進み始めようとしているわけですよね。あれと、150キロワット級が設置されるのであれば、まあそんなにスーパーチャージャーと変わんないんじゃないのみたいな、まあ、そう思われる方もね、これいらっしゃるかもしれません。まあ、ところがですね、このですね、情報戦です。騙されてはいけません。このですね、150キロワット級という急速充電器は150キロワットではないんです。150キロワットは15分しか出ません。その後はですね、これ90キロワットに制限されていきます。しかもですね、これは350アンペアです。ちょっとね、これあのわからない人も多いかもしれませんが、まあ、簡単に言うとですね、まあ、日本国内、まあ、国産メーカーであればですね、基本的には150キロワットで充電しても130キロワットぐらいが限界です。それ以上はもう出ません。なのでまずですね、130キロワットしか出ないっていうのが現実的です。で、そのですね、充電出力は15分しか持たないと。まあ、その後はですね、これ最大でも90キロワット、まあ、90キロワットというか200アンペア制限ですから、まあ、基本的にはですね、どんなに出ても80キロワットぐらいが限界なわけです。まあ、それをですね、含めると、ここの説明を聞けばですね、実は皆さんがですね、持ってるような110キロワット級ではないことが、まあ、お分かりいただけるわけです。なんといっても問題はですね、90キロワット級の充電器です。これ e-mobility power の特注品である90キロワット級急速充電器もですね、まあ、このチャンネルでは再三言っていますけれども、あくまでもなんちゃって90キロワット級なわけです。これも15分しか90キロワット、まあ、200アンペアですから、まあ、現実的に80キロワットということになりますが、15分しか80キロワットは出ません。その後はですね、なんと最大50キロワット、これも125アンペアですから、50キロワットが出る電気照射は少ないです。基本的には、まあ、45キロワットとかね、まあ、それぐらいをイメージした方がいいわけです。ほら皆さんどうですか。このようにして考えるとですね、実はまあ言われているようなですね、150キロワット90キロワットみたいなですね、数値と比較するとですね、これかなり今見劣りしていることが見て取れるわけですよね。どうですか皆さん、全然イメージが違うでしょ。まさにですね、これはいいですか、騙されてはいけないんです。もちろんですね、これは e-mobility power のマーケティング戦略でもありますしね、まあ、およびですね、これはいろんなですね、電気商社の情報発信をしている、方々もですね、そういう風にして言っている方もいらっしゃいますが、全く一緒です。これもマーケティング戦略の一環になります。いいですか、必ずですね、これはまあインフルエンサーだけじゃないです、自動車メディアでもいいでしょう。一体ですね、これどこからお金をもらってるのか、そういうですね、バックグラウンドをしっかり確認してください。いいですか、充電器メーカーだったり充電サービスプロバイダーからですね、お金入ってませんか。そういうところをちゃんと見た上で、このですね、公共の急速充電器がまあ進歩しているよと、そういう言葉をですね、鵜呑みにせずにですね、ちゃんとバックグラウンドを見た上で、ちゃんとですね、まあなるべく正確にですね、これ判断していくことが大切なわけです。
まあちょっとね、これ話がそれていってますが、何にせよですね、これ公共の急速充電器と、まあ、テスラスーパーチャージャーというのは今の、充電の出力っていうのがまず大きく違う。それだけじゃないんです。さらに充電器の数ですよね。そして充電器の、まあその充電ステーションにおける充電器の数、さらには故障率、相性問題、これもあります。当然ですが、テスラスーパーチャージャーってのは、まあ、現状はね、これテスラ専用の急速充電器ですから、相性問題などありません。まあ、なのでテスラを購入してしまえばですね、別にテスラスーパーチャージャーに行って、あれと私のモデル Y なんか充電できなかったんだけどみたいなことはありえませんのでですね、もうそこは超絶安心。ところがですね、まあ、このチャンネル検証していますけども、公共の急速充電器の場合はですね、相性問題があります。まだ未だに解決されていないです。まあ、なのでこういうですね、充電器にせっかく行ったのにですね、まあ、充電できなかったとかですね、なんか期待通りの数値出なかったとかですね、まあ、そういうような問題もあります。まあ、なのでそういうですね、充電体験の低下につながるようなことありません。まあ、当然ですよね。まあ、さらにですね、これは、1つの充電器に対してですね、まあ、最低4つとかですね、充電器がついているわけですよね。もちろんですね、これ e モビティパワーに設置している充電器に関してもですね、今まあ6台とか4台とかね、まあ、これ設置されているわけですけれども、やっぱりですね、これまだまだですね、これは、その一般道とかですね、まあ、経路充電だけじゃない場所ではですね、非常にこれ少ない状況になっています。まあ、基本的には、まあ、どこに行ってもですね、1台しか設置されてないみたいなこともですね、まあ、多分にあります。まあ、そういうですね、まあ、一つの充電スポットに行った時のですね、まあ、充電器の数、そして充電相性問題、まあ、こういうですね、充電体験を低下させるような、まあ、充電ね、こう充電しに行ったら電気商社がいて充電ができなかったとかですね、まあ、さらには相性問題とかですね、そういう充電体験をですね、こう低下させるようなことがテスラスーパーチャージャーの場合はほとんど起こらないと。まあ、これもですね、実は非常に大きなテスラスーパーチャージャーの強みになるわけです。まだありますよ皆さん、充電放置問題です。いいですか、これはですね、深刻な問題なんです。電気自動車もですね、まあ、充電をですね、放置したままですね、充電が終わってにもかかわらず充電器を差しっぱなしでそのままですね、まあ、どっかに行ってしまうと、オーナーが1時間も帰ってこない、まあ、こんなようなですね、ことをよく散見されます。まあ、私もですね、もう何十回と出くわしています。そしたらですね、結局充電器に到着してもですね、充電できなかったみたいなことがですね、まあ、多分にあるわけです。ところがテスラの場合はですね、充電放置をしたらですね、まあ、1分間に50円、まあ、満車の場合は100円になりますけども、めちゃめちゃですね、高いお金を取られます。まあ、なのでですね、基本的にはそういうですね、まあ、テクノロジーによって充電放置問題を解決させることができているということですよね。まあ、ここもですね、実は、まあ、電気商社の所有体験を向上させる上ではですね、まあ、マナーの向上、まあ、マナーに頼らないですね、まあ、システムにちゃんとですね、内包されたそういうですね、まあ、機能があると。まあ、これはですね、やはりテスラスーパーチャージャーの大きな強みなわけです。まだあるんです、まだあるんです。確かにチャネモ急速充電器というのはですね、まあ、130キロワットとかで充電できる、まあ、充電器が増え始めようとしています。これは確かに間違いないんです。ところがですね、その充電器、皆さん触ったことありますか？めちゃめちゃ重いんです。そしてめちゃめちゃ取り回しが悪いです。あんなのですね、まあ、女性とかね、まあ、子供なんかがですね、まあ、取り扱えるわけがありません。これ私だってですね、嫌ですよ。私だって充電したくないと思ってしまいます。充電ケーブルと、そしてですね、まあ、充電のコネクタですね、重いし硬い。まあ、なのでですね、これ電気商社に刺すだけで一苦労するわけです。晴れの日だったらいいですよ。でもこれがですね、まあ、雨の日なんかですよね、なった時にですね、もうめちゃめちゃ大変です。もう手も汚れるし、まあ、そういうようなですね、充電体験、これも低下しますよね。手が汚れてですね、まあ、しかも重くて使いづらい、扱いづらい、ね、充電プラグに挿すのも一苦労みたいなですね、
まあ、そういうようなことがないわけです。まあ、そういうですね、まあ、テスラスーパーチャージャーに関しては、まあ、特に 250kW V3 ではですね、もう片手で差し込めます。はい、まあ、なので少なくともこれ女性とか子供もですね、余裕で差し込めます。やっぱりこのですね、充電体験っていうのはやっぱり全く違うものになります。まあ、なのでですね、はい、あのこの点もですね、まあ、大きなテスラスーパーチャージャーの強みになるわけです。さらにまだあります。まだあるんです皆さん。テスラスーパーチャージャーの強み、なんといってもプラグ&チャージ機能です。充電器にですね、まあ、プラグを差し込むとですね、勝手に充電がスタートします。何もする必要はありません。充電プラグを勝手に抜くことも可能です。すぐに抜くことも可能です。充電料金どうするのと、あらかじめですね、紐付けてあるクレジットカードから勝手に課金されています。全部自動です。何もする必要はない。じゃあ翻ってチャデモの公共の急速充電器はどうか。充電カードを作らなきゃいけないです。充電カードを作らないとそもそも充電できません。まあ、なのでですね、じゃあ例えば、まあ、レンタカーを借りてですね、電気自動車でどっか行こうと言ってもですね、まあそのレンタカーにね、充電カードとかついていればいいんですけど、まあ、ついていないものも多分にあります。その場合はですね、なんと充電ができないわけです。確かにですね、ビジター充電といって充電カードがない方もですね、充電ができるようになってはいますけれども、まあ正直言ってめちゃめちゃ面倒くさいです。まあもちろんこれクレジットカードの情報を打ち込むとかね、まあそこら辺まではですね、まあ事前にやることはできるかもしれませんけどもですね、やはりですね、非常に煩雑です。まあいずれにしてもですね、これ充電に認証作業が必要になってくると、まあ、いうことになりますので、まあ、ここもですね、まさに充電体験のですね、これ低下につながる部分なわけですよね。だからここもですね、繰り返しになりますが、別にね、僕は充電カード持ってるからほとんど苦労しないよと。いや、そういう人もいますよ。そういう人もいるし、ね、慣れてる人もいるでしょう。でもね、それやっぱりね、フラットな目線じゃないんですよ。まさにですね、テスラスーパーチャージャーとかね、まあ、もちろんこれ海外の充電器でもいいですよ。プラグ&チャージを実装している海外の充電器でもいいです。あなた使ったことあるんですか？あなたは長距離乗ったことあるんですか？そういう人に問いただしてください。ほとんど使ったことがないです。なのでね、チャデモの急速充電器でも進歩しているんだとか、まあ、言ってる人いますけどもね、いやと、それは他のね、やっぱり、充電プロバイダーの充電器をですね、まあ、使っていないから、まあそういう発言になってしまう。まあ、この点もですね、やっぱり同時に抑えなければならない。まあ、いずれにしても両方を定期的にですね、これ使って情報をアップデートできている、まあこういうようなですね、人の情報をやっぱり参考にするべきだと思います。まあね、それが別に僕でなくてもいいんです。別に他の人でも全然構いませんが、やっぱりですね、そういうところをちゃんと見定めないとですね、あ、チャデモでも進歩してるんだと、まあ、こういう情報をですね、鵜呑みにしてはいけないというのはですね、両方使ってるユーザーの感想になるわけです。はい、いずれにしてもですね、まずですね、ちょっと相当話が長くなってしまっていますけども、まずですね、このテスラモデル Y パフォーマンスという観点でのですね、やっぱりまあ EV 性能、航続距離、動力性能、まあ、喋りましたけども、今長々とね、これ強みを説明してきたスーパーチャージャー、充電のスピード250kW ということじゃないんです。 250kW 以上にテスラスーパーチャージャーならではの強み、これがですね、やはりこのモデル Y の所有満足度を格段に引き上げている。だからここもですね、スーパーチャージャーという存在がなくなったら、はっきり言ってモデル Y の所有体験というのは大きく低下します。大きく低下する。なのでここのスーパーチャージャーというやっぱ存在をですね、やっぱりですね、これテスラを購入検討されている方はやっぱりですね、大きな強みとしてですね、考えていいと思います。はい、そしてですね、まあ、その EV 性能、動力性能、オートパイロット、それだけじゃないんです。まだこのモデル Y 大きな強みがいくつもあります。特にですね、これ私がですね、非常に、強みだなと思う部分はスペースです。車内スペース、これはもちろん
ちろん収納スペースも含んでいます。まずはなんといってもですね、まあ、運転席そして助手席のですね足元の空間非常に広いです。これはですね同セグメントの、まあ、中大型 SUV、まあ、内燃機関車じゃなくてもねこれあの EV でもいいですけど明らかに広く感じます。やっぱここはですねやっぱりテスラのこのスペースの効率性の高さっていうものが光るわけですよね。当然ですがもちろん1列目だけじゃないです。なんといっても2列目です。後ろ2列目が非常に広い。やっぱね、この広さがあればやっぱり、まあ、あのリクライニングもこれできますからそれを含めるとですね、まあ、後席に乗ってる人もですね、まあ、ある程度のこれ長距離にやっぱりこれ、まあ、対応することができると、まあ、そういうことになります。でそしてですねやっぱり収納スペースですよね。2列目以降のトランク854リッターです。皆さん854リッターですよ。正直言ってこれミッドサイズ SUV でトランク部分の収納スペース854リッターってほとんど聞いたことがない。でメルセデスの GLS とかだって600、700リッターはないと思いますよ、まあ、みたいなちょっととてつもない広さを確保することができてる。でそれはテスラのですねトランクの下の部分です。下の部分がえぐれてるんですよね。まあ、よくこのチャンネルで言ってますけどあの下のえぐれの部分がですねめちゃめちゃ広いんです。めちゃめちゃ広い。ちっちゃなスーツケース1個とですね、まあ、さらに他にもなんか小物がガンガン入るぐらい。だからそういうですね大きなものみたいなのを入れてもですね全然トランク余裕があるんですよ。しかもこの車854リッターだけじゃないんです。さらにフロント部分のトランクです。ボンネット下にも収納スペース117リッターあります。このフランクの収納スペースも相当大きい方です。私自身のこれ見解ですがフロントトランク正直ですねそんなに必要ないんじゃないかと僕は今までずっと思っていましたしそういう立場です。で今でも車種によってはそういう立場でもあります。ところがですねこのモデル Y のフランクめちゃめちゃでかいんです。めちゃめちゃでかいっていうのは特にですね深さがある。深さがやっぱり SUV なんでやっぱ深さがあるんですよ。深さを確保できる。でこうなるとですね例えばです大きさのイメージで言うとですねコストコ皆さんコストコ行かれる方多いでしょう。コストコって専用のバッグあるでしょ。あの大きなバッグあのですねコストコのバッグにもうたくさん食べ物買いまくって敷き詰めました。それでもですねそのまま入ります。それぐらいの深さがあります。こうなってくるとですねやっぱり今までの僕っていうのはまあ言うてもフランクだって50リッター60リッターでしょ。まあそれだったらなんかそんなスペースじゃなくてもうちょっと車内の広さとかもうちょっと振った方がいいんじゃないのと僕は思ってたわけですが、まあそもそも今言った通りですがモデル Y っていうのは車内がめちゃめちゃ広いです。もうこれは十分です。5人乗りとしてはもう十分の大きさです。それだけじゃなくてそれに加えてあのですね大きな深さのあるフランクこれは非常に実用的ですしまさにコストコ行くなんかつったら非常に実用的だと思いますしやっぱねこのフランクがあるやっぱりねこの収納スペースがあってこの車内の広さがあってさらにこのフランクですからやっぱりねちょっと、競合と比較してもですねもうここは正直勝負になってないです。全くと言っていいほど勝負になってませんのでやっぱりここら辺はやっぱ相当ですねこのテスラっていうのがやっぱりこの収納スペース、まあ、そのスペースの効率性みたいなところの最適化っていうのがやっぱりうまくいってる証拠なんじゃないかなとは思います。まあ、そしてですねこのモデル Y 個人的にですね、まあ、一番と言ってもいいかもしれないぐらい個人的にですね気に入っている部分があります。それは何と言っても音響システムです。皆さんまあねこれ僕は音響システムあのうるさい人間だということはねあのいろんな EV の検証しててももう皆さんわかると思います。非常にですね、まあ、いろんな EV
デルアイというのはですね、上位に入ります。まあ5本の指に入るくらいですね、音響システムが極めて優れている車種です。まあもちろんね、これより上ってなるとですね、まあ、このチャンネルだと BMW iX だったりですね、あとはまあモデル SX、 これ新型になりますが、まあ、ここら辺はね、まあ、正直僕はやっぱモデル Y よりも一枚上手だなと、まあ、思ったりしますけれども、でもじゃあね、 iX いくらか、1000万以上です。モデル SX もこれ1300万円以上です。どうですか、このモデル Y、 まあ RWD グレード、今回これパフォーマンスですけども、同じ音響システム RWD にも搭載されてます。 RWD 今560万円からですか、発売されてますよね。半額ですよ、競合の半額で、まあ、同じような音響システムを、まあ、体感することができるわけです。やっぱそれを含めるとですね、やっぱこのコストパフォーマンスに、まあ、という点を前提にする音響性能、これはですね、もうぶっちぎりです。ぶっちぎりでモデル Y がトップです。やはりですね、この音響システムの出来非常にいいんですよ。やっぱ SUV でね、空間も確保されているわけですから、非常に音の立体感もあるし、ただやっぱり音楽を聴くだけじゃないんです。モデル Y の強みっていうのは、これですね、映画見れますよね、映画。まあ YouTube も見れますけども、僕はね、映画を見るのが好きなんです。このですね、車の中で映画を見る。僕はですね、映画大好き人間です。もともとですね、週に1回は映画館に行くくらいです。正直、多分、僕のですね、このチャンネルの登録者5万人以上いますけども、多分5万人の中でも、多分トップ、多分20には入るぐらい、多分映画詳しい人間だと思います。その私をもってしてます。今まで僕は映画ってのは映画館で見るもんだと思っていました。思っていました。で、今でもね、もちろん映画館行きますよ。映画館行くし、まあ重要な映画みたいなものはそれ映画館でもちろん見るわけですけれども、でもね、やっぱりね、映画館では得られない体験があるわけですよ。当然ですけども、電気自動車ではですね、これ、まあ、車中泊みたいな点にも絡んできますけども、アイドリングストップする必要がないわけです。ガソリンを出す、まあ、ガソリンじゃない、排気ガスを出しませんから、そうすればですね、まさに、ね、ストレスフリーで、まあ、他の人に迷惑をかけずにですね、車内に空調を効かせた状態で、パーソナルな空間で映画を見ることができる。そしてこの音響システムですよ。この音響システムでこの15インチで映画を見る。やっぱこれはね、やっぱね、映画館では得られない非常にプレミアムな体験を得られます。やっぱり確かにね、これニオとかだと、あの AR のね、あのゴーグルつけるとですね、まあ、もっと俺大きなね、これ画面で映画見れるよみたいな点をこれアピールしていたりしますし、まあ、そういうのもね、もちろん付加価値として全然 あると思いますし、やっぱりね、そこら辺はやっぱりモデル Y にはない機能だと思いますけれども、やっぱね、この映画好きの僕をしてですね、15インチのこのディスプレイで、まあちょっとね、全部とは言いません、それ全部とは言わないし、まあ、最新作で注目のはね、もちろんそれは映画館で見ますけれども、まあ、2回目とか3回目とかね、これ映画を見るみたいな、あの点で言えばですね、正直これで十分だなっていう風に僕でさえ思っちゃうっていうのはね、まあ、これは僕のね、まあ、知り合いの映画好きとかによく話すことで結構驚愕されることですが、まあ、それだけですね、やっぱりこの車内の快適性に、音響システムに、この大きなディスプレイに映画、これがですね、めちゃめちゃハマるんです。まあ、というですね、まあ、ちょっとこれニッチかもしれませんけども、やっぱりですね、そういうような新たな使い方っていうのを提供してくれる。やっぱりその観点でも、やはりですね、このテスラっていうのが、まあ、日本国内でね、売られている電気自動車としては、まあ、唯一無二の EV であると、まあ、言ってもいいかもしれない。まあ、それほどにですね、まあ、今言ったようないろんな観点で強みがあるわけです。まあ、なのでね、これ繰り返しになりますが、なんでお前電気自動車なんて買ってんのと。そんなね、ハイブリッド車よりもですね、走らないような車、なんでそんな給油5分で終わるような車をですね、あえてお前買ってんだと。それはね、当然ですが、
電気自動車の EV 性能、ね、EV 性能と言ってもそれはですね、ガソリン車の航続距離だったり、その給油の時間には勝てませんよ。でも別にね、そんなものはいくらでもですよ、対応できるわけです。だって航続距離なんて別に、ね、冒頭説明した350キロ、真冬で高速350キロ走れればですね、1回休憩するわけです。そこにスーパーチャージャーが合わされば、別にスーパーチャージャーの間ね、まあ、食事休憩でもいいでしょう、ね、トイレ休憩でも何でもいいでしょう。そういうことをすればですね、30分40分時間経っていくわけです。で当然ですが、ね、ちょっと言い忘れましたけども、チャデモの、まあ、大問題はね、やっぱり1回30分の充電時間制限ですよ。やっぱりこの充電時間制限っていうのが極めてですね、この充電における柔軟性っていうものを大きく阻害する要因なわけですよね。テスラもちろん充電時間の制限ありません。まあ、大体ですね、まあ、満タンまでね、しようと思ったらこれ1時間とかかかりますから、まあ、普通はね、そんなことしませんけども、でもいいんですよ。充電これ差しっぱでいいんですから。ね。そういう風にして、まあ、駐車場代の代わりだと思えばいいわけです。まあ、そういうことができるわけですよね。まあ、それであればですね、例えばお子さん連れのね、方々でもですね、全然、まあ、ね、1時間ぐらい休憩される方もいるでしょう。でもそれで十分なんですよ。差しっぱにできる。これ非常に大きいです。まあ、そしてさらにはですよ、これ、まあ、EV 専用プラットフォームを使うことによるですね、まあ、まさにね、この車内のスペースの広さ、まあ、それによる収納スペースの確保ですよね。まあ、もちろん静粛性がパッケージングとして高いですから、音響システムにもですね、これ非常に期待することができるわけです。まあ、まさにですね、これは EV ならではなんですよ。EV だからこそ得られる価値観、まあ、ちょっとこれね、さっき映画って話をしましたけども、まさにこれなんかそうですね、まさに EV でしか得られない体験なんです。所有体験なんです。繰り返しになりますが、我慢して電気自動車を買ってるなんてね、そんなわけないじゃないですか。この車800万以上しましたよ。いいですか、800万の車をさ、修行のために買うバカはいません。この世の中に電気自動車の方が優れてるから買ってるんです。内燃機関車よりも電気自動車の方が優れてるから、いい車だから私は800万以上出して買ってるんですよ。この大前提をですね、やっぱり理解しなければならないと思いますし、やっぱりですね、まあ、よくね、このコメント欄でそんなですね、なんか充電に時間がかかる車を買うなんてバカみたいなんですね、本当にね、本当に失礼極まりないコメントをですね、するトンチンカンがいますけれども、まさにですね、それはなぜトンチンカンであるか、それはね、やっぱりそういうですね、自分の知ってる物差しでしか判断できない、やっぱそういう物差しでやっぱ人にレッテルを貼る、やっぱりこういうことなんですよ。いずれにしても何が言いたいのか、私は800万を出してね、800万以上出してこの車を買ってることっていうのは、やっぱりですね、電気自動車でしか得られない所有体験がある、ここが重要なんです。ここが重要なんです。やっぱりですね、こういう点もですね、特に今電気自動車をですね、真剣に購入検討されている方はですね、やっぱりまあ今のようなね話、まあ、特にまあ今回モデルバイパフォーマンスって話になってますけれども、まあこういうですね、ちょっと情報ですよね、まあ一オーナーの意見、まあ情報としてですね、これ参考にしてみるのがいいのかなとは思います。ただしこのモデル Y に関してもいくつかのですね、まあ、弱点を抱えていると。まあこの点もですね、やっぱり同時に押さえていかなければならないわけです。まあ特にですね、ちょっと今回、まあ、いくつか言いたいんですが、まず1個目です。これはですね、まあしょうがない部分もあるんですが、タイヤです。タイヤ、どういうことと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、モデル Y パフォーマンスには標準でですね、21インチのですね、ピレリ P0 エレクトですね、 EV 専用タイヤ装着されています。ところがですね、これ問題はフロントとリアでタイヤのサイズが違います。前は255です。問題は後ろリアが275です。めちゃめちゃ太いんですよね。でこれはですね、まあ、0-100 3.7秒の車ですから、やっぱりですね、それだけタイヤ太くしないと、まあ、動力性能に耐えきれないと、まあ、それはね、まあ、当然としてあるので、まあ、太くなるのはしょうがないと。ところが問題は前後でタイヤのサイズが違うので、
ーションしないよりもですね、これもちろんこれ早くなってしまいます。まあ、そうするとですね、まあ、中期的な維持費というのは、まあ、増加傾向となるわけですよね。まあ、なのでここの点ですよね。例えば、まあ、モデル Y ロングレンジ、モデル Y RWD、 こちらに関してはですね、これリア、フロント同じタイヤサイズになりますからローテーションできます、まあ、なのでタイヤの寿命の最大化できますよね。ところがモデル Y パフォーマンスはそれができないと、まあ、なのでロングレンジ RWD と比較してもですね、まあ、維持費がちょっと高くなる傾向になってしまうと。まあ、この点はですね、まあ、私としてはですね、ちょっと非常に残念だなと、まあ、思いますし、まあ、私これスタッドですね、併用してますから、まあ、あと1年ぐらいはいけそうなのか、でもそろそろやばいかな。結構走ってますからね。まあ、なので、まあ、来シーズンギリギリスタッドレス履けるかな、みたいな。でももう、そのスタッドレス終わったら、もうタイヤ交換かな。サマータイヤも、ウィンタータイヤも。なのでちょっとここはですね、出費がかなりかさむ部分なのかなと、まあ、思ったりはします。まあ、なのでこのタイヤサイズ、標準のサマータイヤは前後でタイヤサイズが違うよと、パフォーマンスだけ違うので、ちょっとですね、まあ、この点は、まあ、パフォーマンスのね、これ購入を検討されるという方はちょっとですね、抑えなきゃいけない部分なのかなとは思います。今ね、やっぱりこうモデル Y は非常に電気商社としての性能が優れていると、まあ、そういう話をね、まあ、してきたわけですけれども、問題はですね、そのテスラモデル Y がですね良かったとしてもですね、まあ、それ以上に、まあ、大きなですね、これ懸念点がテスラに対して存在する。どういうことだと。つまり車両は問題ないんです。ところが問題は車において重要なアフターサービス体制ですよね。やっぱりここがですね、一番ボトルネックになってくるわけです。まあ、実はですね、このチャンネルにおいてはですね、数ヶ月前にですね、まあ、動画を作ったはずです。それはですね、テスラのアフターサービスに関するですね、私のまあ経験談ですね。はい、まあ、結論から申し上げてですね、非常に酷評したわけです。まあ、そのですね、私が上げた動画っていうのがね、具体的にはそのテスラのですね、アフターサービスですよね。チャデモアダプターがですね、私の場合は故障してしまいました。でですね、まあ、それ故障したので、まあ、見てもらうというところでですね、まあ、実際に、アプリからですね、予約を入れたと。ところがですね、まあ、実際にアプリで予約を入れて、予約完了メールが来てですね、実際に板橋のサービスセンターに行ったところですね、まあ、私は結局予約されていないという説明を受けました。で実際にですね、これ板橋のサービスセンターでは、まあ、チャデモのね、アダプターの故障を判断することができないと。まあ、なのでモバイルサービスをね、これ再度予約するようにですね、まあ、言われたと。だから単純に門前払いされたわけですよね。まあ、他方でですね、これ当然ですが予約完了メールが来ているわけですから、それはおかしいだろうと。これテスラ何してんのっていう話になりますよね。まあ、なので私は納得がいきませんから、テスラのですねカスタマーサポートに連絡をしたわけです。でカスタマーサポートにね連絡をして、まあ、こういうようなことがね、まあ、ないようにしてくれと、まあ、そういうようなことをですね、まあ、言おうとしていたわけですよね。ところがですね、そのカスタマーサポートのですね対応によればですね、なんとアプリから予約しているしたですね、その予約内容というのはいわゆるですね予約を確定するという意味ではないと、まあ、そういう説明をしてきたわけですよね。まあ、冷静に考えてですね、まあ、何を言ってんだお前たちはと、まあ、そうなりますよね。まあ、なので私はですね、まあ、若干ちょっと呆れたわけですけれども、それがですね本当にテスラジャパンの対応でいいのかと、テスラジャパンの公式の見解でいいのかと、私はですね2回ほど問いただしました。そしたらですね、ちゃんと、まあ、確認すると言った同時にですね、でもこれがテスラジャパンの公式見解
わけですよね。まあということで、まあもうこれ以上ですね、テスラジャパンに何言ってもしょうがないわけですよ。だって予約確定メールは来てるのに、それは予約を確定したものではありませんとかですね、そんなこと言われたらですね、まあ、困るわけですよね。当たり前ですけど、まあ、なのでちょっとそれはもうありえない対応だということになったので、私はですね、まあしょうがないので自分もですね SNS においてですね、まあ、動画を作ってアップロードをしたわけですよね。それはありえないんじゃないかと。まあ、なのでね、これに関してはまあね、動画をね視聴されたという方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、そしてですね、その動画はですね、実はこれ上げっぱなしではなくてですね、ちゃんとですね続きがあります。まあ、このチャンネルはねぶっちゃけ言ってですね、12月中とか特にですね、中国製の EV とかですね、もうどんどん取り上げなきゃいけない情報がたくさんありましたから、まあ、そんなですね、なんかテスラジャパンのなんかトンチンカンなですね対応とかね、そんなですね取り上げる暇はなかったわけです。まあ、ところがですね、まあ、実はその後には、ちゃんとした続きがあります。まあ、具体的にはですね、その動画を上げた次の日の翌朝一番にですね、テスラジャパンから公式にですね電話がかかってきました。はい。まあ、そしてですね、実際にそのですね、テスラジャパンに関してはですね、まずですね、その板橋サービスセンターの、対応がどうだったのかっていうのをまず精査したと。でその後にですね、カスタマーサポートにおける電話対応が本当にどうだったのか、まあ、それをチェックしたわけです。まあ、当然ですが、さっきも説明している通りですね、板橋サービスセンターの予約をした段階でですね、私は予約の確定メールが来ています。でこれちゃんと取ってありますし、スクショもしてありました。まあ、なのでこれはですね、もうまあ、テスラジャパンがね、まあ、送ったんで、まあ、彼らも分かっていると思いますけども、予約は確定していたわけです。なのでまずですね、第一としてですね、そのですね予約がちゃんとですねできていなかったという点についてはちゃんとですね正式な謝罪があったわけです。まあ、そしてですね、じゃあ果たしてなんでそれが起きたのかっていう点、まあ、そっちの方が重要ですよね。で実はですね、ここにやっぱテスラジャパンの根本問題があるわけです。それがですね、板橋サービスセンターのですね、まあ、人員が不足していたと。まあ、よってですね、予約を通常であればですね、これ予約がですね行われた段階でですね、これサービスセンターの対応者がですね、ちゃんとそのですね、まあ修理内容っていうのを精査すると。で精査した段階で板橋サービスセンターでちゃんとですね修理ができるのかと、対応できるのかと、もしできなければその場合はですね、折り返して電話をして板橋ではできないと。まあ、なのでモバイルサービスだったりその他のですね、これサービスセンターの予約をするようにというふうに折り返すと、まあ、これが基本的な作業内容だと、まあ、そういうルーティーンなわけですね。まあ、ところがですね、人員が不足していたことによって板橋サービスセンターのですね、まあ、その入ってきた予約を確認せずに当日を迎えてしまったと。まあ、これが今回の、まあ、予約がねできていなかったという理由になるわけです。まあ、よってですね、問題は板橋サービスセンターの人員不足だったと。まあ、なのでですね、それの対応策としては今後ですね、板橋サービスエリアの人員をちゃんとですね拡充して、そういうですね、まあ、予約の抜け漏れがないようにですね努めると、まあ、このような回答を正式にいただいたということです。まあね、この件に関してですね、もう私は板橋サービスセンターが嫌いになったわけですけれども、まあ果たしてですね、このですね対応がちゃんと、変わっているのかと、まあ、この点についてはですね、まあ、今後またですね、ちょっとこの車でねなんか、不具合起きたらですね、まあ、板橋サービスセンターにですねあえて予約を取ってですねまた行きたいと思いますけれども、まあ、いずれにしてもね、まあ、そういうようなまず予約のね祖母の行き先っていうのはそういうことになるわけです。まあ、そしてですね、2点目のカスタマーサポート問題も重要ですよね。はい。まあ、こちらもですね、まあ、結論から言えばですね、ちゃんとねこれ正式謝罪がありました。カスタマーサポートのですね、発言内容っていうのは、まあ、明確に間違っていたというですね回答をいただきました。はい。まあもちろんですね、まあそれがあったので、まあ、別に私としてはもうこれ以上言うことはないわけですが、まあひどい話ですよね。
アプリで予約した内容は確定した内容ではないっていうのはですね、これまあ厳密に言えばテスラジャパンの中のルーティンの話ですよね。今言った通り板橋にはかかわらずですけれども、基本的にはですね、アプリで予約が入りました、そしたらちゃんとですねサービスの内容を確認して、まあ問題なければそのままですけども、まあそのサービスセンターでできなければちゃんとですね折り返しの電話をすると。だからここで確定になると。それはでもですねテスラジャパンの言い分なわけですよね、うん、当たり前ですけどね。それは1ユーザーからしてみればですね、それはアプリで予約が完了しましたっていうメールが来てるんだから、それは完了してるに決まってるって思うわけじゃないですか。だからやっぱそこがですねちゃんとやっぱりなんだろうな、その顧客目線では全くないわけですよ。単純にいや我々としてはそこはまだ予約は確定していないと意味なんですよみたいな、そんな説明を受けたってですね、そんなのですねユーザーが納得するわけないんですよ。いや本当にしょうもないでしょ、まあ、なのでそういうようなですねマジでわけのわからない、まあ、電話対応っていうのは本当に良くないと思うし、まあ僕もねちょっとなんだろう、別にバカにするってわけじゃないですけど、僕も呆れてたので、本当にそれ発言はテスラジャパンの公式見解でいいんですね、まあ、こんなようなですねトーンで言ったわけですよ。まあ、なのでですね向こうの電話対応者もですね多分若干イライラしてるのか分かりませんけども、はいそれで問題ありませんみたいな、まあなんかそんなような対応されたので、まあこちらとしてはもう呆れたものが言えずに、まあ私としてはねこれ動画を作成したっていう、まあ、経緯になるわけです。まあ何にせよですね、まあ今回の件でね、まあ、何が言いたいのかって話なんですけども、やはりですねこのテスラジャパンに関してはですね、こうサービスアフターサービスに関連するそのユーザー目線に立った対応っていうのがやっぱできていませんよね。いない、明確にできていないわけです。なのでやっぱりですねこういうところを見てしまうとですね、果たしてテスラをですね積極的におすすめすることができるのかって話です。でそういう意味で言うと残念ながらですね、私はこのサービスアフターサービスに関してですね、やっぱり大いにこれ懸念点が残ってると思います。なのでちょっとですね大きな改善というものがねこうどん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 これ観測されていかない限りはですね、まあ、私としてはなかなかですね、じゃあ友達にテスラをお勧めするかと言われたらですね、まあ友達であれば最悪ねなんか困ったことがあったら俺に言えと、まあ、そしたらねもう私はテスラジャパンのねブラックリストに入っているでしょうから、まあまたあいつが言ってきたぞみたいなっていう風になりますから、まあ対応してくれるでしょう。まあ、ところがですね、まあ、このチャンネルをね見て、まあ、EV ネイティブあいつが言ってたからテスラにしようかなとか、まあ、言ってね、まあ、それが全部じゃないにしてもですね、まあ、そのような判断をねしたという方に対してはですね、これは本当に申し訳ないわけです。責任の一端があるわけです私にも。でやっぱりですねそれによってですね、まあ、テスラクソやんみたいな、なんだこのクソみたいなサービスはみたいな、そういう思いをですね、まあ、持ってほしくないわけです私としては。そういう不幸な人間を出したくない、まあ、そういう意味においてですね、ちょっとですねやっぱりこのテスラのですね、まあ、サービスにやっぱり大きな懸念がある。この点はですね、まあ、冒頭からずっと説明しているこのモデル Y パフォーマンスの圧倒的な完成度、圧倒的な実用性、圧倒的な所有満足度とは別個でですね、やっぱり懸念材料として同時にこれ私はやっぱりですね皆さんに伝えたい、うん、だからやっぱりここを踏まえて、まあでもそれでもね確かに、まあ、EV ネイティブはですねあいつがちょっと騒いだおかげでですね、まあ、板橋のですねこのサービスセンターの、まあ、品質がねちょっと上がるかもしれない、まあ、もしくはねコールセンターのですねしょうもない対応みたいなものがねもうちょっとユーザーファーストに変わるのかもしれないと、まあ、そういう風になってね実際にそういう事例が出てくればですね、まあ私がねああいう動画を作った意味があるでしょうし、まあねじゃあテスラ購入してもいいかなって思える日が来るかもしれません、まあ、なので私としても
もね、これまだモデルやパフォーマンスは、まあ、長らく乗るでしょう。まあ、なので、実際にですね、これサービスセンターでお世話になる日も来るでしょう。まあ、そういうですね、サービスセンターにおけるですね、対応ですよね。まあ、そういうところもですね、ちゃんとレビューを行いながらですね、まあ、今後、このテスラ、まあ、特にテスラジャパンという話ですが、まあ、日本でね、これテスラを、まあ、購入を本当にお勧めできるのかみたいなところもね、どんどんですね、これ情報アップデートしていきたいと思います。オーナーとしてね。うん。はい。まあ、いずれにしてもですね、まあ、今回、私はね、もう、1年以上、3万2000キロ以上ですね、まあ、このテスラモデル Y パフォーマンスをですね、まあ、所有してきて、まあ、いろんなですね、インプレッションを行ってきました。まあ、結論から申し上げてですね、まあ、モデル Y パフォーマンスという、まあ、車両のですね、EV 性能、動力性能、まあ、充電性能、特にですね、スーパーチャージャーネットワークを含めた充電性能ということになりますけれども、まあ、さらにはですね、音響システムの性能、さらには収納スペース、車内スペースの広さ、まあ、どれをとってもですね、もう現状、電気自動車の中ではもうぶっちぎりの存在です。でさらにですね、まあ、今言った、まあ、静粛性だったりですね、でさらにはですね、これ収納スペース、静粛性、さらには音響システム、まあ、映画みたいな話もねしましたけれども、まあ、このようなですね、やっぱり EV だからこそ発揮可能な、まあ、付加価値ですよね。まあ、こういう点を含めてですね、現状では僕はこのテスラモデル Y 以外所有はありえないと断言できるほどに圧倒的な所有満足度を感じています。まあ、なのでこのモデル Y を売ってですね、まあ、何か他のですね EV を購入検討しているかと言われれば、現状ですね全くもってしていないと。もちろんねこれね、なんかあの突如としてですね、なんかどっかの中国 EV がまた来るとか言ったらちょっと話はこれ変わってきますけれども、まあ、何せよあのそれほどにですね他の EV だから日産アリアとかね、なんかトヨタ BZ4X とかああいうような EV たちとはちょっとですね天と地との差があるという、まあ、いうのが現状のねこれ私の考えになるわけです。ただしじゃあこれをですね皆さん万人におすすめするかと言われたらまた話は変わります。それが最後に付け加えた大前提である、この車両固有の問題ではなくて購入した後のテスラのアフターサービス、こっちの問題です。テスラのアフターサービス、まあ、そもそもですねこれサービスセンターが、まあ、ない地域、近い地域がない。だから例えばですね、わかんないですけど今ね向かっている青森県なんかですね、もちろんないです。最寄りはこれ仙台のサービスセンターになりますからね。えじゃあ何か問題があったら仙台行くのかと、まあ、もちろんモバイルサービスはありますけれども、モバイルサービスでですね対応できない場合は当然ですけれども仙台まで行かなきゃいけないんです。まあ、そういうのも含めてですねやっぱりどうなのと、それはちょっと厳しいんじゃないと、やっぱり現状まず大前提としてそういうのもありますし、もちろんそれだけじゃなくてアフターサービスの品質の問題自体も、まあ、テスラジャパンは、まあ、重大な問題を抱えて、まあ、少なくともいたわけですよね。実際に私は本当にクソみたいな対応を取られました。まあ、なので私はですね、本当ね申し訳ないですが私はテスラジャパンアンチです。マジで嫌です。本当にあんなねわけわかんないですね、まあ、対応されて板橋までですね、私埼玉県民ですからね、遠いんですよ板橋まで、わざわざ高速道路乗って何キロも行って、まあ、高速別に使わなくても行けるかもしれないけど、で高速の往復のお金とかねどうしてくれんだと、予約完了してるとか言ってるくせにさ予約はできていませんみたいな、でしまいにはコールセンターでですね、いや予約の確定メールは別に予約を確定したっていう意味じゃないですからみたいな、何を言うてんねんみたいな話ですからまあもういいです。だからもう私はね完全にあのテスラジャパンアンチなわけです。まあ、なのでね、まあ、この立場でじゃあですねテスラモデル Y を、まあ、日本国内においてね購入を
手放しておすすめするかと言われたら、やっぱりそれも違うなと思います。まあ、なので、私のね、こういう経験談をね、ちゃんと理解した上で、でもそれでもテスラを買いたいんだ、だったりですね、まあ、でも EV ネイティブの言ってる、まあ、そのサービスのね、あれだって、まあこう、ね、EV ネイティブが言ったからですね、改善をね、まあ、見せてるかもしれない。まあ、実際にですね、これ、他のね、オーナーさんは、まあ、こういうね、あの話の後にですね、いや、僕は全然問題ない対応だったよ。私は大丈夫だったよ、とかですね。まあ、そういうようなね、あの話とかもですね、まあ、出てくるかもしれませんから。まあ、そういうですね、実際のね、他の経験談を元にしてですね、あ、でも、改善してきたんじゃないのと。まあ、だから、それだったら、テスラ購入してもいいかな、とかですね。まあ、そういうような結論に至るかもしれませんよね。まあ、なので、そういう風になってきた時にはですね、まあ、もちろんご自身の判断で、テスラをね、これを購入するっていうのも、まあ、全然ありな選択肢だとは思います。まあ、何にせよですね、あの、冒頭で、僕はちょっとあえてですね、この、まあ、茶でもの公共の急速充電器がですね、何か、なんか、改善を見せているとか言っちゃってる人がいますけども、まあ、それがね、いかにトンチンカンであるのかっていう話をあえてしましたけれども、これは全くですね、最後のサービスセンターの話、まあ、そのサービス品質の話に直結します。いいですか？いいですか？テスラを知らない人間が、テスラを知らない人間が、長距離を乗ったことがない人間が、ね、茶ネモの急速充電器は進歩を遂げているとか言っちゃってる。こんなの全く信用に値しないんです。しかしながら逆もまたは信で、テスラ信者がですね、テスラ系インフルエンサーがですね、テスラいいぞとか言ってるでしょ。あれだって逆にですね、そういうサービスの問題とか全然指摘しないでしょ。で、逆に言えば彼らだってチャネモの公共の急速充電器をまともに使用したことがないわけですよ。それでずっとですね、まあ、公共の急速充電器は使えない使えないって言ってるわけですよ。最新の知識をアップデートしてないでしょ。だから本当に彼らがね、言ってることが正しいのかっていうのは、やっぱりですね、バイアスが勝ってるんです。なのでね、皆さんにはぜひですね、やっぱりお互いバイアスが勝ってる、まずこの前提知識にちゃんと立った上で、ちゃんと立った上で、なので両方の情報を、まあ、ちゃんとね、なるべくフラットな目線で情報を取得する。まあ、さらには私みたいなね、こういう両方の現状を知ってる人間、そういう人間の情報もピックアップする。もちろん当然ですが、だからといって私一人の情報だけをね、鵜呑みにするのは全くの間違いです。私以外にもですね、これテスラと、まあ、リーフとかね、わかんないですけど、なんかテスラとなんか BYD とかですね、あの持ってるユーザーもいますから、そういう他のですね、両方の現状を知ってる人間の話をちゃんとですね、精査した上で、その上で果たしてですね、自分はテスラを購入した方がいいのか、まあ、モデル Y を購入した方がいいのか、まあね、このチャンネルでは RWD とね、パフォーマンスみたいな話もしていますから、まあ、RWD で十分なのか、それともやっぱパフォーマンスを購入しなきゃいけないのか、まあ、ロングレンジでももちろんいいですけれども、電気自動車、テスラ、モデル Y、まあ、もちろんね、あの、その、テスラ以外でも何でもいいんですけども、やっぱりですね、現状では電気自動車っていうのは、日本国内においてはね、非常に所有においてですね、いろんな制約、いろんなハードルがあります。まあ、なので、買って後悔をね、しないためにも、やっぱりですね、まあ、いろんな情報に触れて、そして何と言っても、もう口酸っぱく言いますが、その人たちのバックグラウンドは何か、これをちゃんと把握しないとですね、本当に損することになります。ね、充電器メーカーだったり、充電サービスプロバイダーとね、なんか、うまくやって、お金もらったりとか、なんかクーポン券とかもらっちゃってさ、そしたらいいことしか言わないでしょ？ね、全く一緒ですよね。ね、そういうことですよ。そういうようなところもね、ちゃんとバックグラウンドを押さえた上で、もちろんね、その人がテスラしか運用したことがないみたいな人間なのか、そういうバックグラウンドもちゃんと見てください。まさにですね、こう新たなテクノロジーである電気自動車に関してはね、やっぱり知ってる人が少ないですから、
まさにメディアリテラシー、皆さん個々人一人一人のメディアリテラシーが試されます。まあ、なのでこういうようなね情報発信も参考にした上でですね、まあ、果たして2024年ですね電気自動車を購入するのか、テスラをその中でも購入しようとするのか、特に私の今回の動画であるモデル Y、まあ、特にパフォーマンスって話になりますが、購入するべきなのかどうか、まあ、こういうような点もですね、まあ、含めてぜひですね、まあ、2024年電気自動車の購入をね、まあ冷静にね、検討してみるのがいいんじゃないかと思います。そんな感じでちょっと話は長くなっちゃいましたが、何にせよねこのモデル Y パフォーマンス単体ではもうですね、この日本国内では右に出る EV は全くもって存在しないと断言することができます。まあ、なのでこういうようなね一ユーザーのね意見も参考にしながらですね、いろいろとね検討してみてください。そんな感じでいってらっしゃい。北海道遠征頑張ります。